本当に立派な人だったんだ。仕事もして家事もこなして嫌な顔一つせず誰にも迷惑かけず誰にでも平等に優しい母さんは僕の自慢だった。傷つける人より傷つけられる人に優しい人はそれだけで幸せだって僕にそう教えてくれた。